ジャークって書いて真っ赤っかっこいいのイチゴ。ごきげんよう、山口彩希です。今日は、栃木県にある栃木県鹿島市、あ、じゃあ鹿沼市にあるいちご狩りに来ました。よし、6個ついてるってありがたい。3番にします。寒いの神社、いちご神社、またどうぞ。イチゴに勘違いさせて、冬とかに鳴らせてるっていう感じになりますね。考えられてるんですね。ですね、こちら注意点がございまして、はい、僕ですね、木箱がございます。あちらにはミツバチが住んでおりますので、はい、決して触れたりしないようにお願いいたします。はい、あとはイチゴの取り方ですね。元まで赤いイチゴ見つけていただいたら、はい、2本指で挟むように持っていただいて、はい、まっすぐではなくて、ね、ちょっと斜めにする感じで取っていただけると綺麗に取れますので、はい、ヘタを取ってお食べになってください。はい、45分、お時間45分になりまして、はい、レッツゴー。さっきから2回目頭あった。ありがとう。これもなんかこういうとこで、うん、ここにさ行きましょう。はい、ある。はい、ということで今日は、お、すごい音鳴ってますけど大丈夫？風がすごい音鳴ってますけど、なんか栃木県は、いちごが一番生産地。はい、こちらに取ったものがあるので、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。お食べください。ありがとうございます。めっちゃでかいんですけど、え、待って、めっちゃでかい。見ましたか？あえていちごくれました。でかいのあんで、でも普通に大きいの、うん、大きいのある。栃木県はいちごの生産地が1位だそうです。世界じゃないわ、日本一だそうです。なのでちょっと堪能していきたいと思います。じゃあこれ取っていい？うん、え、めっちゃ取ってるやん。早速向こう戻って食べよう。そうしようか、うん、こうやってやって、もらったから。え、だってこうやってやって食って、あ、こうか、こうやってやって、え、むずこうやってやって、え、むずいねんけど、潰れちゃう。やむずいねん。やって、潰れちゃった。あ、いけた。いけました。すいません、ごめんごめん、貸し切りやな。ちょっとえぐれちゃったけど、下手くそあやき。ちょっと下手くそやけど、ちょっと頑張って取って引きます。もう一回チャレンジしてみよう。いちごって可愛い、マジででかいけど、こうやってやってビビらず、あ、やってしまった。ちゅうやん、こうやって、うん、食いってやったらいいやん。あ、食いか。なんで奥から食べるの？だって難しいね。いや、難しいやね。これやってみよう。一回見てみよう。こうやって、うん、食いってやったらいいやん。へーってちょっとお尻みたいなの取ったけど、え、できへんねんけど、大輝なんでやろう。できへん、できへん言うて。あ、これかわいいし、これしようかな。なんか見てかわいいね、赤色やし、なんか花も咲いてるし、こうやってやって、ういっ、ま、ちょっとなんか枝残ったけど、いっか、赤色のやつの方がいいよな。あ、いけた、いけた、もうポロってきました。一回食べよう、食べようか、戻って、オッケー。あ、ちょっと待って、あっち赤いやそうやで。よし、あやきの収穫したのはこれぐらいです。頑張ったと思わん？はあ、なんかいちごがあまりにも。よし、でも見て、これもらったやつと比べたら全然この土地が。ありがとう。これごめんなさい、やば、せっかく生きようとしてたのにごめんな、ちっちゃいの。それをプリッとすんねんな、これプリッと。これを多分ヘタこの袋に、うん、さっきヘタこれに入れ、どう？
美味しい。美味しい、うん、両手塞がってたら何もできんからさ。じゃあちょっと大きいやつ、さっき。おお、めっちゃいい感じじゃない。今多分それ取ったやつ、とちおとめ。これこっちはとちあいか、こっちはとちあいか。あ、とちおとめからいきたいと思います。めっちゃ便利やん、これ。こうして、うでぃー、ありがとうございます。すごい、めっちゃでかいの、追加追加ありがとうございます。めっちゃ満帆なんですけど、ぜひ皆さんも行ってみてください。後で、あの詳細とかは、概要欄に載せておきます。食べます。じゃあ絶対行ってらっしゃい。世界の食べてます。どう、おいしい、うん、おいしいじゃあ行きます。とちおとめ、いきます。いただきます。あ、めっちゃおいしい。しかもさ、冷えてる。マジ。いや、この下らへん。じゃん。じゃあ、ハウスの店員さんにもらったでっかいやつ。マジ。あ、ミツバチいてる。そうだね、ミツバチな。あの、か、あのイチゴ以外には絶対おんね。あ、そうだ。うん、あのミツバチは怖くないの。ミツバチは刺せへんから。あ、そうだ。うん、さ、あの刺すときは、あの巣をないじったりとかしたら攻撃してくるけど、それ以外は素敵。うん、ミツバチおらないイチゴうまく上手に作られへん。受粉せへん。多分蜜を運んだりとか、うん、花粉を運んだりする役割があるんだってさ。知ってた、みんな。え、めっちゃおるで。うん、うん、大丈夫大丈夫。え、甘っ。やろ、全然ちゃうね。めっちゃ赤い、真っ赤っかこんなイチゴ。うん、え、めっちゃ甘い、おいしい。うん、冷たかったら美味しいな、やっぱり。うん、2個目、3個目、どんどん。初めて1個もオッケー、カウントしとこう。これ1個めっちゃ美味しいじゃん。カウントしとこう。うん、今の美味しい、うん、自分で取ったやつ。もう俺でもカウントできへんくらい覚えてる。次、4個目。うん、やっぱ天才的やわ、アイキ。ゆっくり食べていこう。うん、ちっちゃいの、意外とちっちゃいのが美味しかったりするの。5個目。だから何も食べんでよかった。そうやろ、美味しい。ちっちゃいの意外と美味しい。そうやね、だからな、ちょっと朝ごはんは、ありがとう。入れてんの炊きたてって言った方がいい。そうや、朝ごはんは抜いてきたから、うちら抜いてない。朝ごはんは食べたい、昼ごはんは抜いてな。今の時刻はちょっと夕方なんですけど、お腹を空かせてきたから美味しいです。うん、え、5、6、めっちゃ美味しい。頭なんだ。ピーチ、うん、え、めっちゃ甘い。誰か取ったやつ。8、食べてみる。多分これも甘いと思う。どう、うん、甘いやろ。うん、そうだよ。持って帰れるんじゃない？それ無理なんか。あかんね。あかんの。うん。9。めっちゃ注意注意書きあった。絶対に持って帰らないでください。うん。ね、食べ過ぎはなあかんな。なんかもうあったかすぎてめっちゃ快適やねんけど。わかる。外あんなに寒かったのにこんなにハウスの中あったかいやな。じゃあ10。いただきます。見て、めっちゃいい写真撮れた。うん、めっちゃ美味しい。10、これ絶対甘い。だって形も、ほんまや、形も絶対いい。これほら見て、もうザ・イチゴって感じ。だってほら見て、この頭の毛もさ、めっちゃちっぽいもん。
いや、これもザ・イチゴやうまやな、うん、この身がふっくらしてる感じがいいよ。11いきます。うん、違った、11がやばかった、11がやばかったどういう名付けなの。11号やばい。どう、まあまあ、まあ、これまあまあまあか、残念。これはそれはやばいと思う。食べてみ。次は12号いきます。なんか人がやっぱ少ないから嬉しいな。そのこれ手汚れんでいいわ、これな。12号は割とデカめです。うん、おいしい。うん、うん、ジューシー。うん、13号。うん、あ、ここで洗って食べてね。なんか取ったら洗わなあかんじゃん、こちら。そう、もう今仕事行ってんで、ね、多分まあ蒸したって食べれるから、タンパク質。でもどんなん言われてなかった、なんか言ってたで、こっちで洗ってください、どうのこうの。どうしてくれ。まあでも大丈夫よ、だって濡れたら冷たいし、なんか美味しくない。ここ開け閉めしてたら衣装を痛むし。おもろい。これ絶対美味しいね、これ。ほら、あたしあげるわ。だから食べていい。お母さんみたいになってしまった。ほら、あたしあげろ。14号、でかい。今食っててめっちゃうまかった。嘘、びっくりしたよ。なんかあるような、個体によって。うん、あ、今のも食べたらめっちゃ美味しかったわ。美味しかった。あ、まためっちゃ広がる。美味しい。一旦置いてまた取りに行く。もう一個行こう、うん、もらったやつ全部、ほぼ全部食べたな。じゃあ、あと2個しかない。今日とちおとめばっかりやったから、次とちあいか。あ、もうとちあいかにしよう。これ絶対いい感じや、ほら形がいい。これな、もうなんか分かってきた、いちごマスターになってきた。これでかっ。あやき、どんどんうまいやろ、うん、これやで、こういうぐらい売れとかないと美味しくないで。そっちの感じやったらまだ売れてないわ。でも美味しいやつあったやろ。じゃあいいんじゃないですか。第2弾、13までいってた。あやき13号まで。13号、うん、赤いからといって甘いわけでもない感じもある。確かにな、これとか味だって結構白い。洗ってきた、この雫が切れない。ほら見て、うんうんうん、写真撮る、うん、とちあいかです。うん、味違う、桃みたいなにする。マジで、うん、やっぱりな、ん？今ちょっと白身多かったのに、うん、美味しかったで、うん、なんでやろう、なんでやろうって言うのもおかしいな。うーん、色じゃないかも。これはいまいちやった。そうやな、色じゃないな、小粒なんがいいかも。14、15、15。もらっていい？いいよ。どれがいい？どれでもいいよ。どれも好きなやつ。16。あ、これはな、下に落ちてたやつがちょっとやばいかもしれない。うん。あ、あかんわこれ。下に落ちてたやつだから。落ちてたやつ。やばくないわ。じゃあここのさ、よ、わかる？ここの上の葉っぱの上にポロンと落ちてて、あ、売れたから落ちたんかなと。16。あ、じゃあ15や。今のは脳幹や。15。
こっちの方が美味しかった。でっかいの行こうかな。16号。ちょっと色また違う味やった。まあ、うん、不思議な味。でもめっちゃジューシーはジューシーやね。16。うん。あ、今の美味しかったかも。17。18。19。全然いいよ、食べてくれて。これは食べる。1個ずつある？あと1個だけ。じゃあ食べ、食べ。いいよ、いいよ。いらない。20。うまっ。おいしい。これはあかんかった。21。それなり。3段階いくか。いくか。じゃあ3段階いきます。じゃーん、第3弾です。イエーイ。すごいバタバタいってます。ちなみにこちらのいちご狩りは、大人1人2000円です。2000円でこんなに甘い美味しいいちごがいっぱい食べられるのはいいですね、うん、安いよな2000円、うん、安くない？安い？分かる。そうなんや、分かれへん。美味しかった今の。そう、当たりやん。21やから22。うん、今の美味しかった。あ、今は俺とってなくても美味しい。そう、23。え、あ、でも今のも美味しい。あ、やっぱとちおとめの方が美味しいな、うん、21、22、23、24。今の失敗。24、25、26。結構長いパンやった俺。うん。27。うん。今の良かった。28。大きいの。29。うん、ふん。30。うん、うん、これ何個食べていいんやろ。31。今の美味しかった。でもちょうどあと7分や。うわ。あ、今28って言った？ん？28やな。うん、食べれる？全然余裕、まだいける、まだまだ。すごいな。29。え、ここのやつも数えてあげる。うん。うわ。30。うん。31。32。33。35。33、いや、34じゃないの。33の次34やろ。34。35。これめっちゃ綺麗、張りがいい。これ美味しいと思う、多分。38。でかい、めっちゃ。38。38号。オッケー。あー、美味しかった。もっと食べる？もういらない。お腹いっぱい？いや、うん、あと38やから、あと2個で40いくねんけど。うん、あと2個食べたらいいよ。あと2個ちょっと取ってくるわ。これやっていうの探してきて。
となあ、あと4つ取って、あと2個取って、うん、俺もなんか今数えたらさ38っぽかった一緒あと2個で40個です。 OK、 ちょっと待っててな、取ってくるわ。やばい、あと2分やな。これじゃあ開けろ。あ、ギャラワンと食べるわ。よし、あと2個で40個になるから、あと2分しかないから、やばいやばい、時間がそんなギリギリまで食べてるやと、おるおるおる、いやちょっとやばい。はい、じゃあ2個食いです。アロワードで食べます。いただきます。うん、赤かっか、うん、一番良かった。今までで断トツ一番良かった。ありがとうございました。ごちそうさまでした。最高でした。皆さんも行ってみてね。書いてますか。あ、オリンピックの発祥して。あ、それやったらよかったな。ありがとうございました。かわいい。手洗うとこもイチゴや。かわいい。荷物。あ、せや、荷物や。これもかわいい。手作りやん。ペットボトルの。かわいい。じゃーん。じゃんじゃんじゃーん。なんかもう落ち着くって感じやな。お外はどんな感じになってるのでしょうか。ここが綺麗と思います。じゃんじゃんじゃん、持ってきすぎちゃった。イルです。カニです。乾杯。見て、上がる。表面張力、表面張力。おいしい。ドリンクチケット2枚もらって1枚使って、ひげんちゃんは飲まないので、あやき1人で2枚使います。いただきます。時間との勝負やからな。6時45分までにドリンクまた取りに行かない。あと1時間後。お刺身もりもり。うん、刺身美味しい。うん、怖いわ。なんか汁少なないけど。うん、じゃん。なんか贅沢してますね今日。どれから食べていいかって悩んじゃう。とりあえず野菜から食べるわ。うん、おいしい餃子。でも味は美味しいな。刺身美味しいな。驚き。卵、パン。じゃあカニ食べてみたいと思います。これどうやって食べるか。開いてんねんよ、もはや。え、無理か。取れたこれ、カニ。これ美味しい。美味しいよな。ラフティーって書いてたから沖縄のやつやな。まあ、角煮ってことやけど、うん、多分沖縄の食べ物や。多分全然取られへん、全然取られない。お、出てきた出てきた。取れないじゃじゃーん、カニちゃんです。カニちゃん、カニちゃん。これさ、酢もついてるから嬉しいな、うん、カニ酢。まだでも食べたやつはいっぱいある。これはタケノコ。うん、じゃあこれはカモ。カモ、うん、
かも、うん、ラフ。うん、ほんまに、ほんまにやで。もしかしたらお掃除を切れたら食事にありつけてなかったかも。危なかったな。ありがとう。なんか初めに枝豆食べたら、ちょっと飲む？いらん。炊き置きたいで。大事な好きな手羽元。ちょっと飲むぐらいやったら美味しい。これもデザートです。かぼちゃは。ここに入れてもいいです。え、そうなん？へえ。つけて食べるんじゃなくて。うん、ね。早く入れてもらおうか。うん。へえ。味はめっちゃ好みから甘くあれしてって分かるけどね。どうも美味しかった。ギリギリね。できてる。何か分からんやつ。でもその方が賢いかもしれない。卵もちゃんと取れるやん。 Oh my god。 ほんまやな、ファイヤーやな。めっちゃファイヤーやで、大丈夫なのかな。ちょっとめっちゃファイヤーです。あれは大丈夫ですか皆様。まあ大丈夫っしょ。おいしい。確かに薄いな、すき焼き。でもおいしい。これぐらい薄い方が好き。肉焼けてんのかな。ちょっと手つけよう。うん、でも火が消えてるから。いや、カツ、なんかエビカツって言ってた。え、なんだこれ。あ、やっぱりずっと言ってる。エビカツ、やばい。熱々。もっといっぱい食べたいけど。ちょっと来て。くるんちゃだ。うん。よびって言われて、失った。うん、失った。まあ。それなり？うん。また卵に、こうやってつけて食べようと思ったら、誰やろな。もう一日あるんですよ。新しい料理を作り出してるやん。お刺身それやったら食べた。いっぱい。見て、豆めっちゃでっかい。うまい。めっちゃでっかい。これめっちゃいい。アサリ感。アサリ？前もでもこれでびっくりしてたよ、ナイキ。でっか豆とか言ってた。唐揚げ。
食べちゃうな。これ、むしろアイクの、アイクのとこやる。じゃあ、感じしよう。大丈夫ですか？大丈夫です。はい。隠れてたよ、手前の茶碗に。食べきったと思ったね。食べていい？何語？確かに独特なもつの味するな。いや、あったかかったよ、うん、だから味噌汁みたいな、ね、タンパク質入れるだけで。うまいな。動画忘れてた。動画忘れてこっちへ着いた。普通に多そう。めっちゃ美味しい、ね、体温まるんだけど、うん、出た後もあったで。どんな可愛いやつ。でもまあ取ってきた分も食べれる。ということでご飯食べてきました。ごちそうさまでした。美味しかったけどいっぱい食べ過ぎてしまいました。はい、ということで今からちょっと休憩して温泉に入っていきたいと思います。はい、ということで栃木県すごく堪能しています。やっぱりなんか旅行に来るとか観光行くっていうのでおすすめな場所ですね、栃木県は。はい、私のランキングの中で結構上位に繰り上がりました。帰ってきた。浴衣は今日なんか自分で選べるやつだったから今日は黄色にしました。可愛くない？はあ、お腹いっぱいになりましたね。で明日の朝ごはんもあるからちょっと今日は控えめにしました。1回しか行ってないな今回。あ、2回しか行って2回か。ちょっと学びました。ということで今からお風呂に入っていきたいと思います。バイバイ。